歴史序説はイブンハルドゥーンによるアラビア語の著書。日本語では世界史序説という表記もある。イブンハルドゥーンによる歴史の序論と第一部に該当する部分である。歴史の署名は、正しくは、制作すべき実例の書、アラブ人、ペルシャ人、ベルベル人を及び彼らと同時代の偉大な支配者たちの初期と後期の歴史に関する修正となる。これを縮めて、 イバルの書とも呼ばれる。文明とは何か、歴史を学ぶとはどういうことかが、詳細に述べられている。前書きにおいて、著者は、歴史史の構成を序論と三部に分けると書いている。序論は、歴史学の進化と、方法論の評価、そして歴史家たちの誤りを指摘する。第一部は、文明とそこに現れる、本質的性格。第二部は、アラブ人の歴史、及び、シリア人。 ナバタイ人、ペルシア人、エジプト人、ギリシア人、イスラエル人、トルコ人、ローマ人の歴史。第三部はベルベル人及びザナーダ族の歴史である。後世、ジョロンと第一部が独立した書物として読まれるようになったのが本書にあたる。歴史は外面的には報告以上のものではない。しかし内面的には歴史は思索であり、真理の探求であり、 詳細な説明であり、深い知識である。従って歴史は哲学に根ざしており、哲学の一分派に属する歴史家は、現在の状態と過去の状態との類似点を比較し、類似の原因と相違の原因を知らねばならない。象徴や集団の起源、動機、指示をした人々の状況や歴史も知らねばならない。さらに、情報を基本的原則と対比して、 原則が正しくなければ廃棄しなければならない。また、民族の状態が時代によって変化する事実を見落とさないようにしなければならない。人間は社会的結合と食物その他を得るための相互扶助がなければ存在し得ない。社会的結合を指すものとして文明や都市がある。王権は人間にとって必要不可欠である。人間は お互いへの権利侵害や確執といった動物的性質を持っているため抑制するものが必要であり、その人物が統治者である。王朝や政府は文明に対する行走であり、その質量である文明が崩壊すれば必然的に崩壊する。王朝の交代を招く主因としてアサビー家を挙げる。田舎や 砂漠の集団は出実合権で団結力が強く、都市の住人を服属させて、王朝を建てる。だが代替わりが重なると、建国の祖たちが持っていた質素で、武勇を尊ぶ気風が失われ、斜視や富裕生活への端出により、王族同士の団結力が弱まり、かつて服属させた都市の住人のようになる。そうして支配力が低下するうちに、田舎や砂漠から来た。 別の集団に付け込まれ、実権を奪われたり王朝が滅ぼされてしまう。その集団によって新たな王朝が誕生するが同じ、道をたどり、また次の連帯意識を持った集団にとって変わられるという。農民という牧民の違い、その文明の発達、都市化という流れを抑えている。王朝には5つの段階があるとする。第一段階は王朝を奪い取る、勝利の段階。 第2段階は市民に対する支配権を獲得する段階。第3段階は休息と平穏の段階で財産の獲得、都市の建設などを行う。第4段階は満足と平和の段階で支配者は先代の伝統を踏襲する。第5段階は浪費と散財の段階で回復せずに王朝は滅びる。また、良き支配者とは人民に対して親切で、 人民を守るものだとした。圧政は文明の崩壊をもたらす。人民の財産を侵害すれば賃貸する。最大の圧政は、労働の不当なる負荷で人民を強制労働に使用し、彼らから労働の代価である、貨幣収入を剥奪することである。また、これ以上に破滅的なのは強制的な先輩である。王朝初期の朝税は出実であり、宗教法により規定されている。 給品税、地租、人頭税などが課せられるのみである。これは人民に満足感をもたらし労働が活発に行われ、結局は税収が増える。王朝が長く続くと社市にふけるための出費が増えて、省税などが重くなり、公正の限界を超えると人民の労働意欲は失われる。労働が富の源泉であると論じる。労働の価値は、その労働量を、等級、 需要度によって定まる。これはアダム・スミスに連なる労働価値説の先駆とも言える。生計を営む方法には権力によって脱取する方法、資料、農業、技術、商業があり、自然な方法は農業、技術、商業だとする。また都市では労働が細分化して発達し、生活必需品以外も含む。 あらゆる物品が生産されて経済力が向上することを評価している。アリストテレスの政治学から引いた人間は社会的存在であるという前提から始め地理、気候、食料、人口などを論じる。気候が人間に及ぼす影響や霊感や奇跡についても書かれている。田舎と都市の相違点、砂漠の文明における連帯意識などについてもベル。田舎や 砂漠の生活は都市のそれに先行し、そこに住む人々は都会よりも善良で勇敢だとする。王朝の性質と初段階、王朝内での連帯意識、良き支配者の条件、カリフくらい、行政組織などについて述べる。都市は王朝の副産物であるという前提のもとに、都市の誕生と崩壊、建築、都市の価格や貧困を論じる。オスマン帝国による、 トルコ語訳があり、19世紀にはヨーロッパでも翻訳が進み、漢訳ではフランス語訳が最初となる。他に英語訳、ポルトガル語訳、ペルシャ語訳、ヘブライ語などの漢訳が存在する。ありがとうございます。